お疲れ様です、吉谷さん。なんか吉谷さんの使っていたね、モニターとか椅子とかなんとかスタンドとかっていうのが視聴者さんに売れていくっていうのは興味深いですよね。だからこの自分だけのカリスマっているんですよね。まあ特に有名人や芸能人じゃなくても、なんかこう近所のね、憧れの先輩がいるとかっていうのは、まあ、昔からあったと思うんですけども、まあ今日はね、ちょっとドラえもんっていう有名な漫画アニメを取り上げてみたいと思うんですけども、多分ほとんどの方は意識してないと思いますけども、このドラえもんという作品の中でね、最も羨ましい人、まあ、そのランキングの上位に入るのが間違いなくスネ夫のいとこのお兄さんのスネ吉ってやつだと思うんですよ。このスネ吉っていうのはね、作品の初期の頃から出てきていて、何だったかな、のび太がね、ラジコンをこう、ラジコンボートをね、お金をこう、お小遣いを貯めて買うんですよ。でラジコンボートをドラえもんと一緒に公園で進水式バーってしてたら、向こうから巨大な戦艦ヤマトのラジコンがやってきて、のび太のラジコンボートをねぶつけてもう沈没させるんですよ。でその巨大な戦艦ヤマトのラジコンはもちろんあのスネ夫のやつでね、どうだ、うちのいとこのお兄ちゃんのスネ吉兄さんが作った戦艦ヤマトはすごいだろうみたいな感じで来るんですよ。でのび太は大事なラジコンボートを沈められて怒り狂うんですけども、冷静に考えたらスネ吉兄さんすげえなと、自分でラジコンを作っちゃうみたいなね、どうやって金型取って、どうやって基板作ってみたいなね、当時ディアゴスティーニもないですからね。でしかもその戦艦ヤマトのラジコンってあのドラえもんの知恵によってね、ドラえもんとのび太に乗っ取られてしまうんですよ。で乗っ取られたらスネ吉兄さんはどう考えたかっていうと、それは面白いって言うんですよね。でスネ夫は面白くないよ、なんとかしてよって当然言うんですけども、スネ吉兄さんはこんな時を待っていたっつからね、ひそやかに笑いながらフォルクスワーゲンでこう自分のガレージから出て行ってね、で今度はゼロ戦のあのラジコンを持っていくんですよ。でゼロ戦のラジコンは戦闘機が4機いて、こうプロポでね、1台で4機バラバラに操縦するすごい凄腕のテクニックの持ち主なんですよ。でその4機の、そのゼロ戦のラジコンで自分の戦艦ヤマト、乗っ取られた戦艦ヤマトを魚雷で強沈するんですよね。その火薬大丈夫なのかとかね、すごいですよね。しかもその苦労して作った戦艦ヤマトを自分の楽しみのためにこう沈没させても、まあ、何も厭わないっていうのがね、でそんなことがあったり、他にもそのスネ吉兄さんっていうのは、あの当時珍しい自分の部屋にね電話を引いているシーンとかがあるんですよ。昭和40年代ですよ。自分の部屋に電話を引いてこうやってね喋ってるんですよ。でさらにスネ吉兄さんは他の場面でランボルギーニカウンタックを買って、でスネ夫とジャイアンと静香ちゃんを乗せてあげてドライブに行くんですよ。で当然のび太はダメって言うからね、画面の外から手が出てきてのび太はダメってこんな場面があるんだよね。でその他にもスネ吉兄さんっていうのは、なんか少なくとも外車をね3台くらい乗り換えてるシーンがあるんですよね。でどんな身分かなって言ったら、なんか京都工学大学かなんかの学生なんですよ。つまり大学生でラジコンは作るしね、外車は何台も乗り換えるしね、何なんだよとか思いますよね。しかも大学生っていうと自分の同級生とかね、ゼミの仲間とかね、なんかいろいろいると思うんですけども、なんかそのいとこのスネ夫とよくね遊んでくれるみたいなね、面倒見のいいお兄ちゃんだったりするんですよ。まあ結構ああいういとこのお兄ちゃんが小学生の頃にいたらカリスマになりますよね。でスネ夫はそのスネ吉兄さんに憧れていたんですよね、ずっとね。あのスネ夫が大人になった時のシーンがあるんですけども、スネ吉兄さんのヘアスタイルを真似てもじゃもじゃの髪にしてるんですよ、あのツンツンの髪からね。だからそのドラえもんって作品の中で
スネ吉兄さんみたいな立場っていうのは、うん、あんまりね登場回は少ないんですけども、多くないんですけども、なんかすごい人なんだなって、羨ましい人だなと思ってね、うん、スネ吉兄さんが今令和の時代にもしいたらね、今まあドラえもんまだ放送続いてると思いますけども、多分あの YouTuber とかやって当ててるんでしょうね、きっとね、うん、まあ、そんなお話でございました。いってらっしゃい。